菅沼7が自身のインスタグラムを更新、20日に開幕したアースモンダミンカップの会場からギャラリーにおすすめの大会コラボグッズを紹介した。写真で菅沼が手にしているのは洋菓子の老舗、藤屋が大会とコラボした商品。色違いの3つの缶には藤屋の人気キャラクター、ペコちゃんとポコちゃんがプリントされている。 全種類入りと、1種類ずつ買えるバージョンもありますイラスト超可愛い。と、菅沼もすっかりお気に入りの様子。ちなみに、私のお気に入りはポコちゃんがキャディさんに変身しているのがすごく好きです。とのこと。この投稿を見たファンは、ナナちゃんの応援に行くので、買います。と早くも力の入った人もいれば、買いたいけど関西からだと無理。めっちゃ欲しい。 お店でも売ってほしい、と残念がる人も多かった。そして、暑いけど負けずに頑張って、と菅沼への声援も数多く寄せられていた。今季の菅沼はこれまで15試合に参戦し、予選を通過したのは7試合。しかし決勝に進んだ試合では好意でフニッシュした試合も多い。菅沼は自身のインスタグラムで、 試行錯誤を繰り返しながら調子を上向かせる努力を重ねていることをたびたび投稿。そして、お待たせしちゃうけど絶対絶対いつか明るい未来が来るから、もうちょっとだけ待ってね、とファンに呼びかけていた。積み重ねてきた努力が今大会で開花することを願って、多くのファンが声援を送っている。